あ、なんか出てきた。なんだろう。なんだ、お前かよ。ビーゼルかわいそう。なんでこいつあちこちにいんじゃん、全然さ。そこら中におるやん。もう、見飽きたレベルよ、顔。親の顔より見てんねん。ほんまに見飽きてるよ。でも親の顔昨日見たばっかりだけどね。でもさゆりね、あのね、元気、ま、最初はちょっと倒れてあれだったけど、でも元気だったよ、普通に。なんか、ごめん、悪いな、忙しいのに、みたいな、言ってたよ。手術終わった後。まあ、いいよって言ってね、あの、ちょっとさゆりのね、お家とかをね、掃除したりとかもしてやった。いや、親孝行だぜ。そう。だからなんか、さゆりにね、本当はみんなが心配してたってことをさ、さゆりに言おうか悩んだんだけど、みんなとか言ってわかんないもんなって思ってね、ちょっとね、やめた、言うの。自分の部屋もね、やかましい。妹アンスだけどね、さすがにね、友達そんなあんたおったって言われるから、やめたい。そう。さゆりは元気でした。